皆さんこんにちは、吉田です。今日なんですけど、今日はですね、マフラーの紹介していきたいと思います。マフラーというとやっぱり値段安いものから高いものまでピンキリだと思うんですけども、今回ですねご紹介するのはちょっと値段は高めになるんですけど、すごくですね使いやすくて、肌触りがいい商品となりますので、よかったら最後までご覧ください。今日紹介するのがこちらですね。こちら井上ブラザーズのブラッシュドスカーフという名前になります。井上ブラザーズが定番で出してる、マフラーとなります。素材がですねアルパカの毛を 100% 使っております。で、原産国がペルーということで、ペルーはですねアルパカがすごく有名な地域だそうです。井上ブラザーズはそちらのペルーのアルパカをこう世界に広げようという活動をされてまして、そちらの製品となります。取り組みもすごく注目されているブランドとなっておりまして、著書とかもねありますので、Amazon のリンクを概要欄に貼ってますので、ぜひですねそちらも、ブランドの生い立ちと知りたい方は見てみてください。こちらの商品ですけども、ブラッシュドということで、ブラシで加工されておりまして、毛羽立ちを抑えてあります。で、肌触りがすごく良くてですね、もうすごい気持ちいいんですよね。とりあえず気持ちいい。で、やっぱりマフラーって首に巻くものなので、首ってどうしてもデリケートな部分なので、こういった素材がいいかなと思います。こういった製品ってやっぱりチクチク感とか気にされる方多いと思うんですけど、そういったのは全然なかったですね。こちら僕去年買ったんですけど、1年間通して使って、特にそういったトラブルはなかったです。手洗いで洗うこともできますので、すごくですね使い勝手がいい商品となります。で、このようなものが同封されておりまして、こちら虫除けの、プレートとなってます。で、防虫剤ということですね。で、袋に一緒にこちら入れてもらって、保管するような形ですね。こちらも長く使えるものになってるそうです。アルパカはですね、その柔らかさとか、着心地とかもそうなんですけど、匂いにも強いらしくて、結構匂いがついても、干しておくと自然と取れていくような素材となってるそうです。さとかはね、特に普通のマフラーと同じぐらいなので、長くですね愛用できる商品かなと思います。で、こんな形ですね。僕使うならこんな感じかなと思います。で、こちらに、コートとか着るような形で、冬は越せるかなと思います。すごくですね温かみもあるし、やっぱり触り心地ですね。触り心地が一番いいかなと思っております。で、こういったマフラーは特にデザイン等もですね、変わっていくことは少ないと思いますし、長く使えるアイテムかなと思いますので、ぜひですね検討されてみてください。で、価格はですね、1万1000で消費税込みとなっております。で、ちょっとですね、マフラーにしてはやっぱ高いかなとは思いますけど、その生産背景とか、素材とか考えると、やっぱこの値段妥当かなと感じております。はい。で、井上ブラザーズさんの取り組みとかもすごく面白いので、ぜひですね、本の方も見てもらえたらなと思います。やっぱりブランドを知ることによって、興味を持つこともできます。ぜひですねご覧になってみてください。はい、ということで簡単ではありますけども、本日は井上ブラザーズのブラッシュとスカーフご紹介いたしました。良かったと思った方はチャンネルの登録、コメント、高評価お待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。失礼します。